はい、こんにちは。ガーシーの公認ホリエモンが秘書の参議院議員斉藤健一郎です、政治家女子法廷等の代表をしておりますということで、本日もよろしくお願いします。本日は4月の13日の木曜日のちょうどお昼前に、今日は動画を撮影してますというところで、今日はこの人どんな人シリーズというところでですね、いろんな人を僕から見てこの人はどんな人っていう解説をね、ちょっとこれからやっていきたいなっていうところで、まあまずはですね、やっぱり立花隆からですね、第1回ということでですね、立花隆編ということでちょっとやっていきたいなと思っております。では早速ですけれども、この人どんな人、僕目線で見た立花隆はどんな人なのかっていうところで、まず4つだけ項目を挙げてます。非常に字が汚い、字が苦手。もうやっぱり教養はね、字に全て現れますね。私の教養のなさが、文字をこう書いてみるともう出て、ああ悲しいなと思うけど、まあこういうのも包み隠さずね、こんな字の汚く教養のない人でもこんな場所に立って国会議員のお仕事ができさせ、させてもらえると、こんな幸せな話はございませんので、皆さんぜひ勇気を持って選挙に出てほしいなというふうに思いますね。というところで、そう、言ってみましょう。第1番、プライベートに興味なし、かっこ NHK で書きました。まず何かと言いますとですね、よく最近特に党のごたごた関係がありますので、まあ、始めようと思ったんですけど、もう私利私欲のために立花隆が党のお金を自由に月に使って、私腹を肥やしてるみたいなっていう話がねあるんですけれども、私から見てそういうのはもう一切ございません。もうはっきり言います。もうね、プライベートに興味ないっていうのはどういうことなのかって言ったら、もうね、24時間365日もう立花隆はもう NHK のことしか考えておりません。もう本当にそう。んで、結局そのプライベートので何かって言ったら、例えばじゃあゴルフしてるとか、サスケの散歩してるとか、ワンちゃんね、の散歩してるとかっていうのも、基本もう本当に NHK のことだけを考える、もうそれのための散歩とか、まあちょっと健康のためとか、まあプライベートに興味ないです。だってまず食べ物興味ないでしょ。もうほとんどコンビニで済ませるでしょ。ねえ、もうなんか飲み物とかやったらもうミルクティーと牛乳混ぜ合わせてみたり、そしてもう女性も興味ないことはないという言い方はしてますけれども、なんかもう女の子口説き落とすためにキャバクラ行ったりクラブ行ったりして、うわーみたいなっていうのももう一切ない。もうまあ一時期キャバクラ行ってわーみたいな、党の金使ってって言いますけども、あれもそれも全部 NHK のぶっ壊すためですよ。もう本当に党のためですよ。もうそういうのにもう24時間365日もう使ってる人なので、もう本当もうプライベートに興味がない人っていうのがもう僕の感想です。もうこれはあくまでも事実に基づいてるかというのはまた別の話でございます。あくまでも僕から見た目線ということなんで、もう僕から見た立花隆はプライベートに興味がない人だと。僕なんかもう欲求の塊ですよ。まだまだ独身ですし、女性にも興味あるし、旅行にも興味あるし、食べ物にも興味あるし、いろんなものに対しての欲求ものすごいんですけれども、まあそういう人。はい、2番目、良くも悪くも女性に甘い。もう皆さんこれご存知の通りですね。もう本当に、まあ全体的に人に優しいんですよ。人には優しいんだけれども、そして人を切れない、本当に切れない人なんですよね。でも特に女性に甘い。女性に優しいとは書きませんでした。女性に甘いという言い方してますね。まあ今回もですね、やっぱりまず、やはり、大津さんにですね、党首の座を渡してみる。もうとりあえず、もちろん実力ないのは、もう当然のことながら経験もないので、それは仕方ないんですけれども、もうそれでも全部やってみろと。もう何が起きても、かまへんかまへん、大丈夫大丈夫っていうふうにちょっとやってたわけなんです。まあ、それが結果的に今回のトラブルに発展してしまったと、非常に本人も反省しておりますけれどもですね。まあ、とはいえですね、女性には甘い。もう優しい。で、まだ未だにですね、やっぱり折衷案
考えながらですね、交渉に今取り組んでる最中でございます。そういう時でもやっぱりもうずっと好条件を提示し続けてたのですね、もう我々と見てても、あ、もう投手は本当に優しいな、投手は本当に甘いなという意見がですね、党の職員内、党の関係者幹部も含めてそういうふうなこう意見が出るというぐらいですね、女性には甘い、良くも悪くもというところがこう私から見たですよ、これは私から見た立花隆の感想というところですね。はい、そして三つ目ですけど、三つ目はですね、この人ね、自己洗脳のスペシャリストなんです。実はね、これ僕もすごく得意なんですけれども、自分のことをすごく信じてる、で、信じるための行動をしている、だから嘘はつけない、嘘はつかないんです。なぜなら嘘をつくと一番それで心を痛めるのは多分自分なんです。なので嘘はつかない、そして自分を信じる、だからどんだけアンチが現れても、よく立花さん結構強い言葉で人をバカにしたりしますよね。お前バカだなーって、お前アホだなー、俺は賢いんだっていう風に一時期自分のことそんなによく言うみたいなとかっていうので、ネガティブな意見もあったんですが、立花隆は人に言われるわけじゃなく、自分でまず自分のことを徹底的に褒めて鼓舞するっていうことがスペシャリストなんです。だから自分のこと信じてるから、自分は間違わへん、自分は失敗せえへん、自分は大丈夫やって言って先頭を走ってくれる、その姿っていうのがもうまさに自分の自己洗脳、要するに自己肯定感、まあ特にね、立花さん自分でも言ってはりますけれども、やっぱり、メンタル的なところでやっぱ上がったり下がったりするよっていうところあるんですけれども、それをね、やっぱコントロールしているなっていうのがやっぱりこっちから見ててすごい安心感と安定感を感じます。それも全部やっぱり自己洗脳をしながら、自分は大丈夫だよ、自分の言ってる道は間違ってないよ、自分信じて大丈夫だよっていうことの、もう自己洗脳のスペシャリストです。もう本当これは見ていてもない。そして4番目、実は3つ目の延長線上なんですけれども、自己洗脳のスペシャリストプラス、4番目、裁判資料を自分で作る強者なんです。まあ皆さん結構支持者の方はよく分かってると思うんですけれども、もう裁判のたびにですね、もう自分で基本的な、提出する資料であるとかっていうのは自分でご自身で作成されます。そして弁護士の先生の見解を聞きながら、でなおかつ複数の弁護士を扱うこともよくあるんですね。 A 先生、 B 先生、 C 先生、 D 先生みたいなとかっていう風に、弁護士の先生方が例えば4人いた時っていうのは、やはり A 先生のやつを否定すると B 先生が分が悪いとかっていう風に、こう弁護士の力関係が若干難しいところがあるので、人ってやっぱり気を使っちゃいますよね。特に行列のできる法律相談所みたいなっていうのがイメージ湧きやすいと思うんですけれども、一つの事項に対してですね、弁護士の見解ってそれぞれ角度が違うんですよね。なのでこの人の意見を持って B さんに持っていったら、 B さんの意見を持っていって C さんに持っていったらっていうので、結構話がまとまらないことなんかっていうのがよくある話なんですけれども、立花隆の場合はですね、自分で作成をする、あくまでも素人である自分が作成することによって、A の人もそれに対して物言いが言いやすい、 B の人も言いやすい、 C の人も言いやすい、D の人も言いやすい、それぞれの意見をもらった上で修正して、また次 A の人の意っていう、これを繰り返すんですよ。ことによって全体的にこうであろうという、4人の弁護士やったら4人の弁護士の中で整合性取れた資料を自分で作成してしまうという。なので昨日もですね、深夜の1時2時でも、ここで作業が終わらずですね、また帰ってからやるねーって言って、もう眠たなったら寝て、またパッと目が覚めたら続きでもやるわ、はははって、じゃーって言って帰っていったんですけど、つわものです。立花隆は口もうまい、もちろん弁護士級に口もうまいし、もう口喧嘩はもう日本一って自分でも言うぐらい、口喧嘩強い上に、実は資料作成まで自分でやってるから、もうそら強いよねって。そらもう堀江貴文がもう立花隆だけにはもう絶対喧嘩打ったあかんというぐらいの、立花さんには強者ですので、立花隆と、万が一皆さん喧嘩するようなことがあったら、すぐ謝ってすぐごめんなさいっていうのが一番の得策なんじゃないかなというふうに、思っております。まあこれから私もですね、立花隆投手と
斉藤健一郎代表という形でですね、一緒にこれからやっていきますけれども、まあ万が一トラブルが起きてね、喧嘩別れするようなことがもしあったとしたら、すぐに僕はごめんなさいって言っても僕の方から身を引いて立花隆に戦うことはもう金輪際というか一生ないと思います。もう近くで見てても絶対喧嘩したらあかんすごいのでですね、っていうところがちょっと僕の橘隆はこんな人というふうなちょっと感想でちょっとお届けをしました。その他皆さん、もちろん皆さんがよく知ってる名前の方々をね、これから僕から見た目線で、様々なこの人どんな人シリーズを様々ちょっとやっていこうかなというふうに、思っておりますので、ぜひ皆さんその他リクエスト、こんな人やってほしい、あんな人やってほしい、こんな聞きたいよ、あんな聞きたいよというのがあったらぜひコメントにいただけたらなというところでですね、今日も斉藤健一郎のサンキューチャンネルご覧いただきありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。